はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。デュエルマスターズ新一弾、ジョーカーズ参上です。月刊コロコロコミックの4月号にですね、このデュエマの新しいシリーズ、1パックついてきました。はい。素晴らしい。しかも、コロコロ限定スーパーレア確定パック。ねえ、スーパーレア確定なんだって。うん。すごいよね。しかも6枚。すごい。パックの中に入ってるみたいですね。はい。あと今回こういうですね、小冊子もついてきました。はい。で、この裏側が結構衝撃的だったんだけど、うん、5月号は、うん、コロコロデッキ40枚入ってくんだって。すごい、ね。スター大集合の。デッキになっちゃう。コロコロの漫画のキャラが結構ね、カードになって入ってくるみたいな。これも超楽しみだね。うん。はい。じゃあ早速、こちらを開けていきましょうか。はい。記念すべき1パック目になりますね、これがね。せーの。はい。お、いきなりやったるもんだ。はい、まずはやったれマン、ジョーカーズだね、これね、うん、新しい、文明ですね、はい、自分のジョーカーズを召喚するコストを1少なくする。ただしコスト0以下にはならない、はあ、ね、うん、コスト2のパワー2000ですね、はい、はい、続いていきましょう。お、自然だ。怒号するグリンドホーン、うん、シールドトリガーですね、はい、このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、他のクリーチャーを1体選ぶ。そのターン、そのクリーチャーはパワーをプラス2000され、相手プレイヤーをアタックできない。なるほど。コスト3のパワー1000です。はい、続いて、ゴロザウルス。あ、これもシールドトリガー、うん。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、次のいずれか1つを選ぶ。相手のブロッカーを持つクリーチャーを1体破壊する。か、相手のパワー1000以下のクリーチャーを1体破壊する。あー、これパパ嫌な感じだな。続いて、電殺衣ストマック、ネオクリーチャーだね、うん、ネオ進化、自分の闇のクリーチャー一体の上に置いても良い。クリーチャーが下にあればこれをネオ進化クリーチャーとして扱うだって。ダブルブレイカー、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、そのターン相手のクリーチャー全てのパワーをマイナス2000するんだって。お、このクリーチャーがアタックする時、クリーチャーを一体自分の墓地から手札に戻すんだって。へえ、こういうカードでした。続いて、ボントボだね、うん、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から1枚目をマナゾーンに置く。そのパワーが1万2000以上のクリーチャーなら、自分の山札の上からもう1枚マナゾーンに置くだって。お、コスト4のパワー3000です。続いて、お、あ、これスーパーレアだね。そうだね、うん、超特急弾丸王だって。ジョーカーズですね、はい。ダブルブレイカー、このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、そのターンこのクリーチャーは相手プレイヤーをアタックでき、バトルゾーンにある自分の他のジョーカーズ1枚につき、シールドをさらに1つブレイクする。うわ、コスト6のパワー7000ですね。はい、あ、以上ですね。以上の6枚でした。15周年記念のマークついてますね。はい、なるほど。そんな感じでございました。エイシン君は、はい、ジョリー・ザ・ジョニーとビギニング持ってますんで、はい、ジョーカーズの文明、これ加えてもいいかもしれないね。そうだね。デュエマの対戦動画、実はですね、この前撮りました、はい、撮ったんですけど、ちょっとまた間違いがあったので、その動画をボツにしました、はい、なので、またですね、近々撮ってですね、うん、動画出せればなと思っております。はい、はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はですね、ぜひいいねボタン、そして友達にも教えてあげてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。